おごめん、大分の高知親方です。今回はこの大分についての話題です。まあ、大分学ということで,、まあですね、私が所属している大分学研究会で学んだことを、まあ、皆様にご紹介いたします。この大分学研究会では、この大分のことを、まあ、いろんなところとかいろんな場面をですね、えーまあ、触れ合って、学んで、楽しんで、そして情報交換をするですね、 え、会でございます。えー、ですね。まあ、早速、まあ、ね、皆様にもお伝えしね、するということが一つまた目的でございます。えー、今回のですね、まず場所、フィールドは、えー、武田市です。ね、この武田市にですね、えー、昨年、2020年の秋、ですね、歴史文化館がリニューアルオープンいたしました。今回、そのリニューアルオープンした、えー、田市歴史文化館、遊学館について、えー、 ですね。学芸員の方から、えー、講座を受けました。で、そのですね。学んだことをまあ、私親方がまあ、皆様にこうお伝えします。まあ,あの僭越ながら、私自身は昨年の第8回真剣大分学検定でまあ、優勝いたしました。まあ、その大分学検定1位の人がまあ、学んで。 でどういうことを思ったかとかですねまあちょっと親方のワンポイントの見どころなどを加えながらご紹介いたしますのであのぜひですねこれを機に、えー、武田のこのね遊学館行きたいなって思ってくだされば幸いでございますどうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします、えー、まず最初にまあそもそもですね大分県武田市とはどんなところか というところからご紹介いたします。えー、大分県のですね、えー、南西部にございます。えっ、ー、と、左下の画像はですね、竹、えー、田市役所のホームページから、えー、拝借をさせていただきました、えー。もう、あのですね、県境にございます。えー、熊本県麻生地域、そして宮崎県の高千穂地域とも隣接している場所でございます、えー。人口はもう2万人ほどのですね、まあ本当にいわゆるこう小さな ですね、地域というところでしょうか、まあ、あくまでも人口的にですね面積では477平米ぐらいあって結構広い町なんですねでも、まあ、個人的にはまず竹、えー、田市はですね岡城という、えーね、日本百名城最近はあの日本最強の城としても有名ですしそして る頃ので」で有名なあの「工場の月」ですね、えー、作曲家滝連太郎さんはこのお菓子を、まあ、題材にして作曲されたんではないかと言われています。というのも、えー、滝連太郎先生は、えー、竹田市で、ね、育っております。 そしてですね、まあ自然も豊かで、えー、北はですね、九十連山。南に祖母傾き三景ということでね。あの、私、あの、実は武田高校出身なんですけれども、高下に、2番になると。南に祖母のすこう 北に来る主婦の雄大をって、ごめんなさい、聞き苦しくてね、長くなりましたが、えー、本当山々に囲まれた、まあ、ある意味では盆地の町ですね。えー、もういろんなところ山に囲まれているので、えー、だいたい武田市に行くときは必ず一回どっかでトンネルを通る、うん、というね、 ほどまあ、トンネルが多い、まあ、確か日本で一番トンネルが多い自治体だったと思います。レンコンの町とも言われています。そしてですね、まあ、個人的にはあの結構温泉も多い場所でして、えーまあ、長井温泉ですね、炭酸泉などでも有名ですし、まあ、九襲や小木町、竹、ね、田市街地にも割と温泉が恵まれている土地ですね。えー、ということで、まあ、親方図チェックということで、まあ、私もあの先ほど紹介しましたが、 えー、高校は武田でしたし、まあ、社会人になってもですね3年ほど、えーまあ、武田で働いてたこともありましてでまあ隣の私文豪の市に住んでおりますのでまあ宝地区ということでほぼほぼですねもう、まあ、地元という感覚を持っています、えー、そんな私がですね、えーまあ、武田市でまあ特にお勧めな観光地がですねまあ4箇所1つが先ほど申し上げた岡城市もうとにかく石垣がかっこいいですね これまた後ほどちらっとだけ説明をいたします。そして長湯温泉。で、えっ、ー、と、九十高原固定地温泉というところですね。あの、もうほぼ県境にあるんですけれども、えー、お湯が黄色くて、そしてですね、えー、その露天風呂からは、このね、九十や阿蘇の草原ね、遠,遠くに阿蘇のね、語学、ね、連山が見えるという素晴らしいですね、長めの温泉もあり。そして、あの、先日も、 えですね、ご紹介しました武田丸福さんという、まあ、お肉料理屋さんですね唐揚げや大分の郷土料理鶏の天ぷら鶏天などもあってよくねお刺身もお世話になっている場所でございますえー、ねほんとまあ、えー、ちょくちょく私のまあ動画やブログでも武田市の話題は出てますしまあ熊本や宮崎との交流もあるので、まあ、ご存知の方も多いんではないでしょうか さあそんなまあ歴史かるですね竹田市の中でも今回のテーマはこの竹田市歴史文化館遊学館でございます、えー、こちらですねまあ元々え前の歴史資料館がえ1981年ですね、えー、ちょうど50 ね、いや50じゃない40年前です、ね、にできてまして、まあ、それがリニューアルする形で、えー、昨年2020年の10月24日にグランドオープンいたしました遊、まあ、学館、ね、ご存知でしょうかこの言葉これ実はですねこの竹田の、ね、文語岡藩まあ岡城ですけれどもですね岡藩のまあ藩の学校藩校の名前に由来しているそうですねこれ一般公募されたものです。 まあ、余談ですけど、あの高校野球好きな方は、遊学館と聞くと、あのー、石川県のですね、あのー、ちょっとピンクヒロのユニフォームのですね。遊学館のイメージもありますけれども、こっちはあの理由の言うに学ぶに、ええ、館の遊学館でございます。えー、まあ、建物についてはですね、あのー、確かオーパムですね。大分県立美術館も。 あ設計された、と間違えてたたらごめんなさい、えー、っとですね、熊健吾さんのですね、設計で、えー、おしゃれな感じ、で、かつ、えー、とですね、もう、ある程度、地元というか、その、景観ですね、に配慮した。 まあこうちょっと昔ながらの風なですね、感じな建物に仕上がっております。えっとですね、これまあ、実は、あの、どっちほど紹介します。まあ、都市計画がまあ、あってですね、こう、街づくりの中で、構想されたデザインであるとか、コンセプトを持った新しい形の文化と交流の拠点というところですね。え、実はですね、このまあ、建っている場所というのが、えー、 まあ割とこう昔ながらの城下町この武器屋敷のところにあってですねえまあこの資料が遊学館のまあ裏手のちょっと高い丘のところにはええー 田野村田って皆さんご存知で「しょうか。あの画家で文語南河」というところで有名なんですけれども、えー、その田野村竹電さんの生まれたです、ね、旧蓄電荘という、まあ、これまた文化財がございます建物がありますそことですね実はもう近くでですね今回なんと、えー、エレベーターでですね遊楽館と蓄電荘がつながったということでございますもうまさにこの拠点と拠点をつないでるわけですよもうこれハード面ですけれども まあこの余談ですけどこのエレベーターのですねえ設置についてはまあ賛否両論いろいろあったようですがまああの学芸員の方曰くですねまあなんとかまあある程度こう周りの景観に配慮した形でまあ出来上がったということでお話をされておりましたですねえじゃこの遊楽館がなぜですね誕生したのかこうリニューアルしたのかその理由を探りましょうえじゃその背景なんですけれども まあ簡単に言うと大きく2つございます一つがこの建物の老朽化ですね、えー、まあ4地区40年経ってまあもちろん経年劣化していたところもございますしまあそこに加えてえ2016年の熊本地震のこれがですね結構大きいダメージとなりましたまあ、余談ですけども私もこの熊本地震が発生した時というのは実は仕事がですね武田の現場に私いました でしかもですね、あのーまあ、防災とかです、ね、その土木の関係だったので、えー、この熊本地震が起こって、もうね、すぐ、えー、竹田でですね、この潤回しました、あのー、現場とかで荒れてないかということで、結構あの、ね、照明が崩れたり、石の灯籠が落ちたり、道路にひび割れがあったりともうかなりあの大きいやっぱり地震でしたので、それにね、築、ね、当時35年ぐらいでしょうね、の建物というのも結構大きいダメージを受けたようです。 でもう一つがですね、えー、もうズバリ言うとこう利用者の激減というところですね、えー、平成11年と平成27年でしたかね、えー、それぞれですね、えー、この歴史資料館ですね当時の資料館と、えー、旧筑前荘というところとそして岡城の3か所の、えーね、入場者数を見るともうびっくりしましたね。あのー、この10年で、えー、もうなんていうてか 入場者数が半分から8割減ですよかなりもう正直、えー、来場者の数が減っているというね状況もありましてまあなぜこう減ってるのかっていうとこうねこの数字からじゃどうしていくべきなのかとか今後じゃ武田のこのね、まあ、正直人の数も人口も減ってねなかなかこう街中にも人がいたくなって。 ですね。こう賑わいというところも含めて、この文化財ね文化と賑わいをどうしていくかというのがですね考えていくことがまあ竹田市の中でこう気運が高まっていたそうです。そして実際ほんと市ねこう町作りとか都市景観条例とかですねこうもう本当士を上げて このじゃあ文化ね、どう、とにぎわいってどうやっていこうかというね、話が進んで実際条例なども出ました。で、例えばですね、いろんなもう変化も起こってます。えー、例えばですね、あの、こう、 この遊学館の近くとかですね先ほどもちらっと紹介したんですが、えー、例えば文後竹田駅から遊学館に行くにはですね大体徒歩15分ぐらいかかりますでその中でですねこの古町とか本町といったこう昔ながらのですね、えー、面影のこ城下町のですね町を歩くわけですそうするとこうおっ,って気づくことがあると思いますあここら辺のお店って 全部こう木造で茶色い建物が多いなと。これですね、まあ昔の城下町のですね、まあ景観をまあ意識したというところでですね、実際には昔ながかの本当にレトロな建物もありますし、新しくできた、例えばメガネ屋さんにしても、ですねスポーツ用品店にしても、ねあの少しずつこう景観に配慮してこう茶色とか白のですね、昔のこう、本当江戸時代の城下町風な建物でえ景観をの統一しているところもあります。 でさらにですね、その地域、まあ、本町とか古町通りのメイン通りは、えー、電柱を地中に埋めている作業もしてますね。あの同じ大分県の日田市、ね、豆田町、ね、もうこれも同じですね、江戸時代の商人の町が、えー、残っている地域も今、電柱を埋めて、こうまあね、本当に江戸時代とか、ね、その当時の雰囲気の景観をです、ね、作り出している、まあ、これを年を挙げてもうそういう計画があっている。 というのがまあ武田で実はですね行っている、まあ、動きそういううねりがまあありましたでその中の一つでこのですね歴史ね資料館というか文化とそのにぎわいの拠点を作ろうということで今回のあの遊学館というのがですねできましたでまた細かいことを言うとですねでさらに例えばですねこの あの皆さん行かれたことはございますでしょうかこのおってこうって、まあ、特に最近はそうなんですけれども行かれた方をお気づきでしょうかあの簡単に言うとただあのじゃあおかじってどういうとこなのっていうそれをおかじについて学べる場がないんですよ。場所ががないんですよ、まあ、看板があって で入場料300円払うとあの巻物みたいなです、ね、説明書はもらえます。これ結構人気で私も好きなんですけれどもただその、まあ、あとガイドはいらっしゃるんですかねちょっとわからないんですがただこうよくあるあのねビジターセンターってみたいな感じですかねこう博物館とか資料館、ね、そもそも岡城ってどんな、ね、お城なのとか歴代どういう城主がいたのとかどういう歴史があったのとか。 なんかこう発掘されたものとかあるのとかそういう学べる拠点がないこれ結構ね文化ねを守るとしたちょっとまずい課題だということですね、えー、そしてですねまた筑電僧もですね田野村竹電のまあ、ね、生まれたところですけれどもここも人が減ってますとでまあその岡城蓄、ね、旧筑電僧国の自宅史跡ならしいんですけどね筑電僧とそしてこ歴史博物館が こうまあ、ちょっと距離離れてますけどあの岡城とね筑前層と歴史資料館ってただそのねそこをつなぐ拠点がやっぱり必要だとですねで特に岡城についてこう学べれ場、ね、田之村筑前さんね先生について学べればも必要ということでそれをですね担う、まあ、各文化財をつなぐ役割というのも この遊学館にも期待されてますでさらにこうねちょうど街並みもいい是非歩いてくださいねって私はお勧めしましたけれどもそれをですね人々の集まる場にもなるということで期待されて、えー、この遊楽館が誕生したわけです。ですから本当にまあいろんな、まあ、逆にはこういうね老朽化したとか人が来なくなったっていう危機的な状況ピンチを逆におチャンスねちょっとしっかりと。 作戦、ね、計画を練って、ね、また再びこの文化の大切さとか人々ににぎわいを取り戻そうということで、ね、その計画の中で生まれたこの遊学館というのが今ですね、まあ、私はもっと注目してい すべきじゃないかなというふうに感じをいたしました。ということでですね。で、まあ、実際この大分学研究会のこのですね、勉強会では、ここまでが一つ、まあ、まあ、座学といいますか、主な勉強の内,内容で、この後ですね、実は、あの、バーチャルツアーといいますか、 オンンラインで実際に館内ちょっと残念ながらちょっと私は一部分しかちょっと見ることができなかったんですが、えー、じゃあ実際例えばどんな展示があるのかを、えー、ご紹介いたします、えーまあ、実際じゃあ館内の展示どうなっているのか、えー、学芸員さんが現地でこう iPad をですね持ってこれがこういう場面ですよっていう説明を受けながらですね、まあ、まるでこう私たちですね自宅の画面から ですね。こう、遊学館の中を歩いてるような、そんなえ感覚になりました。まあ、ある意味じゃ、このコロナ禍でですね、このオンラインツアーっていうのが今流行っておりますが、えー、これね、文明の利器をやっぱこう、使うのも面白いんじゃないかなということを伏線です、今から。これ、後ほど出ますけれども。えー、まあ、二つですね、主に見ました。えー、まあ、これ以外にも不紹介あったんですが、ちょっと私がごめんなさい、参加できませんでした。一つが、えその、岡城の学習コーナー。 えー、例えばですねジオラマの模型を持ってね岡城ってこんな、ね、地形があってここにこれがあったってあのこの岡城ではね本当あの過去にですねあの日本最強の城岡城ということでそれこそ大分学研究会の,このツアーの方でですね、えー、学んだことを、えー、そのまま使っている動画がございますのでこれ一度是非ご覧くださいあのおは本当知知れば知るほどすんごい。 面白いお城だ例えばこうね難攻、えー、不落の城ということでとにかく守りが堅い城でした。まあ、九州ですんごく一番力を持っていたと言われるあの薩摩の島津軍ですらこの岡城を手こずって落とせなかったんですね。まあ、じゃあなぜ落とせなかったのか。 ね、こう地形見るると結構わかるんですね、まあ、ヒントは川と崖っていうところなんですけれどもそれとかですねあとはもうあの岡城って結構中世ヨーロッパのですね西洋のお城に実は近いところがあるんですねそれはどういうことなのかというのがですねまたあの過去のです、ね「鉄道の塔」やブログをご覧いただければ面白いですしまあそういうことと、まあ、そのお城自体もそうですしあとその歴代ですねこのまあ 志賀氏という方が築城して、その後に中川公がですね、中川氏がずっと最後ですね、明治ぐらいまでこう、岡町の上司として、まあですね、岡藩を治められました。その中川氏に注目したですね、え、コーナーもございます。そしてですね、まあ一つ注目なのが、えー、バーチャルの世界ですね。バーチャルの世界じゃないですよ。私成長したじいちゃんの予定ですけれども、えー、バーチャルです、ね。要は仮想現実と言いますか、映像を見ながら学べる、えー、 お箇条をですね、学べるコーナーも館内にございますし一個ここ親方図チェックということであの最近話題の VR ですねバーチャルリアリティまあ仮想現実ということでもうまるでこう本物のようなこう イラストとか電、パソコンとか、コンピュータグラフィックですね。えー、使った見せ方というのがございます。これですね、あの全国各地の実は今、お城でもですね、えー、随時を導入されているという、まあ、注目の手法なんですね。実はこれは私も、花話も初めてお話し聞いたのが面白いなと、まあ、ちょっと納得させられた。 これもともとですね私この VR がですね取り入れられてるよって知ったのはえっ、ー、とですね数年前にですねあの皆様城郭ね考古学の、えー、千田先生ご存知でしょうか奈良大学のですねこうお城のね研究も詳しい写真も載せてますけれどもね、えー、有名な方ですねその方が以前あの大分市で講演をされました。 まあ、テーマはこの文豪大友市の総林、大友総林公の話なんですが、その中でですね、こう、お城の話題がやはり出ます。で、お城と観光というところになるんですけれども、まあ、よくあるのがですね、こう、もう特に岡城で考えるとまさにわかりやすい例えなんですが、岡城、あの、行かれたことね、ある方はご存知でしょうが、えー、石垣は残ってます。ただ、天守閣とか、 櫓とかね大手門とか建物については全く残ってないんですね。まあ一時期復元したことはありましたが今はもうないんですけれどもねじゃあこれをね踏まえてじゃあ例えばああこれやっぱりさこう天守閣とかさ当時の櫓とかさあった方がやっぱりこう現実的にもあるしねこう人とかもいっぱい来てこうね注目されるんじゃないかという、まあ、意見がねあったとします。 ただ一方でですねいや岡城ってやっぱこう逆にこう建物とかなくてもうありのままの姿見せるのよじゃないですけれどもまあある意味ね自然淘汰というかこのありのままのね姿でも逆にいいんじゃないかその方がいいんじゃないかとねとかね変に張りぼて作ってもがっかりされるだけだしお金もかかるしなとかまああとそのね ちょっと詳しくわかんないんですけど確かですね、えー、天守閣をですねこう例えば再建とかする際には確か文化庁の許可がいるんですよねでその中で、まあ、建物を建てる際は特にお城の場合はこうちゃんとしたあの当時の資料に沿って確か作らなきゃいけないんですね手術に沿ったものでそのですね、まあ、図面がないといけないとかいう結構ハードルが高いんですね確かか高松城か四国のですね え、上でなんかこう、天使閣を作るのにこう必要な資料があればなんか懸賞金すんごいお金が出るとかいう話も聞いたことありますけれども、まあそのなんていうかいろいろ考え方があるわけですよね。やはりこう、天使閣とか役らがった方が人気も出る事故当時の姿もわかるんじゃないかという意見と、いやいやもうそんなこと手を加えん方がいいよとかいう声がありますけれども、その二つのですね意見を、まあある意味折半といいますか、それぞれのまあ意見をまあ うまーく取り入れられる方法が、この VR。バーチャルリアリティというものですね。簡単に言うと、例えば、えー、スマートフォンとか、えー、今、下に私画像載せてますけど、こう、ね、ゴーグルという VR のですね、メガネみたいなものをつけてですね、その現地に行くと、例えば石垣県、残ってて矢倉がないところで、まあ、石垣の部分でこうスマホとフォンとか、こうゴーグル、ね、メガネをつけると、なんと目の前にですね、 画面が立っているように見えるこう仮想のですね絵が出てくるというね仕組みでございます。これ現在岡城でも実は取り入れられているそうなんですがこれがねまた面白いんですよね。あのー、まあ基本的には目の前に本当にあるのはその現状の石垣とかですね、えー、お城の跡なんですけれどもこう当時を知りたい人にはもうそうやって、まあ、バーチャルですねあくまでも仮想の ですね、世界の話ですけれどもまあ、けど王子の姿が分かってですね楽しめるというなんかある意味どちらの立場もですね保護派とね、えー、なんか作った方がいいんじゃないかとをですね取り入れ,れる意見どちらもある程度、まあ、まあ全部100%とはいかないですけれども叶えられる方法かなというふうに思ってましてこれは千田先生もですね各地で取り入れられてこういう方法もあるよっていう提案を聞いてあこれは面白いなと。 ね、お金もそんなに、ね、あの実際建物を作るよりかはかからないですしねあのー、ねいろいろとほ、ね、そのままの姿で見たいって人はそのままで見れますし面白いなというふうに感じた次第です、ねまあ、岡城も今そういうい取り組みをしていんだで、ね、全国でそしてのお城でもこういう取り組みが始まってということを、まあ、改めてあの100名以上達成したことはね制覇した私から申し上げます。 でもう一つですね、えー、サンチャゴの鐘ですね。これ、あの武田というのはですね、実はあのキリシタン文化も実は花開いて、まあ、隠れキリシタンも多かったですし、まあ滋賀市とかね、あの中川市もですね、実はキリシタン大宮だったということでですね、まあ、一つその文化の象徴が、このサンチャゴの鐘というベルですね。あのー、これ、長崎県にもともとまあキリシタンの、ね、が多かった。 長崎県の病院にあった金がなぜかこの文後ですね。大分のね。武田に、ね、あるということがま不思議で、まあ、ある意味当時のとのま交流があった。キリシタンとのね。交流があった。キリシタン文化の象徴の一つとして、えー、まあ文化財として残されているものです。これ確かレプリカですね。 えー、それをこう鳴らすすこともできます実際あの過去に鳴らして私も実はあの歴史資料館時代にですね鳴らしたのがありますあの当時の動画あのスペイン人が歌っている動画の後にカーンって鳴る動画あ,のありますので是非ねあのそれをご覧ください。でこのような感じで、まあ、いろんな歴史文化ねおかじとかこの他にも田能村竹田さんのものとかあと特別展確か宗形志向さんですねこう絵画の。 実は竹田にもいらっしゃってね竹田のね筑前村の絵を描いたという作品もございますのであの本当武竹田の歴史を学ぶならまさにここにおいでっていうところ、ね、建物もきれいですしあのコーナーもね充実してますので本当おすすめだなというふうな感じでございました。ねこうやってあの実際に、えー、学芸員の方現場の方から教えていただくことでああ実はこういうね文化施設大事なんだとか。 結構面白いい取り組みしててるなっうこのなんか現場の人の声を聞くということは、えー、どの分野でもやはり大事だなというふうに感じました。さあということで最後まとめでございます。 ま,あまずですねこの遊楽館というまあい今結構面白い存在だなということでね紹介いたしましたがこのまあね城下町ということで文化が香る城下町竹田ここでですねこう昔からあるその古き良き宝物まあ文化財ですよねとか文化そのものなんですけれどもそれをですねこうもうね長い目で見てそして新しい視点で後世に引き継ぐ取り組みがこう進んでいるなというふうに感じました。 先ほどの、ね、町づくりの,この景観の条例もしっかりですねきちんと作戦と計画を立ててでどういうふうにまあ文化と、ね、この人の賑わいを呼び戻そうか考えた上でそしてですねその中でこう生まれてきた遊学館ということでですね非常にこう面白いというかしっかりこう、ね、市もとか市民もですね、えーまあ、ある意味で腹を据えてしっかりと考えて実行しているというところがこう、まあ、注目すべき。 まあですね、武田の力かなというふうに思っておりますそしてですね、えー、こういろんな文化を学ぶにあたってはですねしかやっぱこう学べるですねそして人がちゃんと集まるこうまあハード面にもなりますけどこ拠点がやっぱりこう大事だなというふうに感じましたまあ私地元、えー、文豪の市ですけれども、まあ、大分文豪のジオパークとか えー、ユネスコエコパークにも認定されています、まあ、まさにこ、まあ、どちらかといえばそれらはですね自然、まあ、文化もそうですけれども自然ですねいろんな石とか、ね、生き物とかとじゃあ人々がどのようにこ,うこれまで暮らしてきたかというのを学べる場なんですけれどもそれがですねその,その学べるしっかりとしたビジターセンターみたいな拠点というのはやはり大事ですよねしっかりそもそもじゃあジオパークとは何ぞやエコパークとはオカジとは何ぞやっていうところを 学んだ上で現地で楽しむっていうのが一つやっぱ有効ですね。とかもしくは現地で学んだことを振り返ればというのも大事ですね。まあ文豪能の場合は今度歴史し、ねえー、資料館がまたね、学びの森が7月にですね、今年え開会予定ですけれども、まあ当たり前のようかもしれませんけども、文化施設、えー、しっかりと学びと交流ができれば、 まあ受け皿っていうのはしっかりあることが大事だなということを改めて感じました。で、最後ですね、もう大分学らしいことを言いますけれども、大分県ってこう、いわゆる小判分立と言われています。えーね、一人のお殿様、例えばまあ、お隣熊本県ですと、比後加藤清正子をね、熊本城でまあ、熊本全域を治めてたというわけではなくてですね、まあ、ある意味大分県各地にこのお殿様がいて、お城があって、 それぞれの城下町でそれぞれの文化が根強いたんですね。まあ、悪い意味では大分県としてのまとまりがないとはよく言われます。逆に、それぞれの個性があるのが面白いんですね。ま一尊一品ってね、平松森彦知事がですね、提されたように各町でこう競わせてね、それぞれの自慢のね、特産物とか宝物を作れっていうね、のでうまくいった例もありますし、あのー、よくあるのがですね、 まあ、実際は全都道府県でもそうなんですけれども、じゃあ、例えば大分県にね、旅行に来ました。ね、別府湯布院楽しみました。これぞ、ザ・大分。ね、まあ、字・大分かもしれないんですけれども、えー、かと言われるとそうでもないんですね。大分ってほんと、いくつ先々でいろんな違う異なる文化が、ね、結構顕著ですね。別府湯布院、ね、以外でもね、国東半島であるとか、中津日田、 ねえ、佐伯とかでまた全然文化が違って、こう一度にね、一泊二日で正直学べないほど、逆に言えば大分は本当面白い、魅力の多い場所でございますので、えー、今回ですね、こういうふうな、まあ、今回、まあ、竹田氏のね、お話、まあ、岡城とか田野村築年さんね、竹蓮太郎さんの話がメインになしたけれども、えー、各地にですね、えー、文化があるので、それをまあ、知るということも大事ですし、楽しんで、で、それぞれで、じゃあ、そのね、地元にある文化、どう、 残していくか、どう生かしていくかという取り組みが、えー、大事だと思います。まあ、この武田市はですね、この遊学館のですね、例をもとにこう、面白いまた取り組みね、が始まっているなということで、一つ私も、まあ、ほぼ地元ながら勉強させていただきました。ということでですね、大、え、分、ー、学検定じゃなかった大分学研究会の皆様、本当にあの今回も素敵な学びの場をありがとうございました。 で皆様もぜひあのご興味持たれたらですね、えー、大分県、ね、南西部竹田市で歴史文化学んで,で温泉にも使ってそして、えー、美味しいね、えー、ご飯も食べてくださいね、えー、コロナが落ち着いたら皆様のねお越しをお待ちしております、えー、ということで今回は竹田市、えー、歴史文化館、ね、遊学館についてご紹介いたしました、えー、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました よろしければですね、ああ、面白かったな、やっぱ大分っていいなと思ったら、あの、いいねボタン、高評価、ぜひ、よろしくお願いいたします。そして、えー、チャンネル登録も、ぜひぜひ、えー、よろしくお願いいたします。えー、やはり、やっぱ、大地のふるさと、大分について、まあ、この中で移動できないというのもありますけれども、大分の、やっぱ、動画が一番多いです、このチャンネル。 ね、大分に関する話題多いですし、まあ、私自身も先ほど申し上げましたが、まあ、大分が検定で一位になったということで,です、ね、何か恩返しとか逆に一位になったからこそ親、ね、方が知っている大分というのをです、ね、どんどん皆様にお伝えして、えー、ま,あまず情報としてお届けします、まあ、最後は皆さんの判断で大分行きたいなとか大分ってこんなにも面白い取り組みやってるんやな小言のとこあったんやなというふうに感じていただければ 本本当、当、まあ、私、この情報を発信ししてていいに嬉しい限りでございます。どうか引き続き、まあ、大分に関してもそうですし、まあね、できれば私に関してもそうですが長いお付き合いよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。どうぞこい